九大蓝虎虎毛，开心哎、欸，开心，上次没有来的，难过。因为开心我，上次我有画画，然后上次的时候想要给你看，结果你没有来，你去哪里？开心 ，Hello 景田，我就让 Hello 景田，谢谢你的玫瑰，虎虎毛，谢谢景田，下次再上班，好吧，上班就没办法，辛苦啦，杨过 ，Hello， 卓如意吗？哩咕哩咕，启威，哎，你不是说不能看了吗？我就让弟弟谢谢你的四叶草，种种么么么么 ，Hello， 克里斯，等我一下，我一个一个看哦。嗯 ，CB，Hello， 君君，威尼熊，什么？碧成一吗 ？Hello， 福福吗？谢谢你的四叶草。嗯，都签个到要离开，真假的？你要去开会哦。Hello 麻油 ，Hello 克里斯，好开心，最近克里斯都会来看我直播啊，嘿嘿。Hello 香菇依依，马克拉等呢，福福吗？谢谢。Hello 大娃哥，胖萌娟娟，香菇，聞いてるだけ。なんで？今日何もないやん。思涵，今日も何もないやん。勝手に決めつけです。今天，嗨，麻油想你了，我也想大家了。奥克，康木伊，下个礼拜开始上班就不能，不行看。难过，那今天就看好看忙。思涵、洛克、娟娟、麻油，午安。然后我洛克，谢谢你的星辰。娟娟午安哦。哎，玉人 ，Hello。洛克，谢谢你的星辰。康美，谢谢你的饭团。花生神魔术，丹宁 ，Hello， 丹宁。大悲绿，花生 ，Hello。卡丁尼 ，Kimi Skid。安和 ，Hello， 丹宁。亚素，娟娟，今天的麻油好可爱，谢谢。因为我刚刚在拍照。洛克，那可以也问马友今天有几点？就今天有几个小时吗？可是八点不是要那个吗？官方的，所以八点前一定要关啊。哦，所以我没那谁，宣扬。Hello， 英仔先，亚素田中海陆空马友下午好 ，Hello 宣扬，我可以吃饭吗？我现在超饿的。那谢谢你，那谢谢你的四叶草。谢谢阿奎的枫叶 ，Hello 齐什么齐天轩，范，志恒下午好啊 ，Chris 都是上班挂听，能听就尽量听，今天没有想看，谢谢 Chris， 大家上班好忙哦 ，Hello 亨利吗？吃吧，谢谢，下个月要记得早一点，什么意思？下个月要记得早一点开直播。Hello 一代花生小魔术，谢谢你的行李箱。なんでな、な、なんで、なんで勝手に決めつけるんで。それはね、僕のジョンガニだからだよ。北京熊 ，Hello Top Lock 岩巴蒂 ，Hello。刚下班回到家，辛苦了，有吃饭吗？赵绿凡，卡丘今天的是马尔世博，对，我很饿哦。Hello 自闭兔 ，Hello 姑姑妈给你赞。D， 你早上去公司啊？嗯，秘密福福吗？谢谢你真情告白，小叶。嗯，这个怎么念？圆什么的？坤坤，哎，小智羞羞，志祥，齐维，当然再去买晚餐还不饿，真的、哦。那你要去吃什么？思涵 ，Hello， 强舔冰，小恶魔，风凉，麻油，今天也辛苦了，不辛苦。Hello Kix， 谢谢你的真情告白，风凉不平。遅刻したまいちゃんにお腹すきながら配信しなきゃいけない部分。いやもう今日はやっぱりチャーハンを食べるの系ですね。ハリタン、Hello。是静哦，静。Hello 静。Hello 克斯蒂利。A 星辰。ハリタン。Hello 岩巴蒂，谢谢你的星辰。星辰 Online。几位谢谢你的饭团 ，Easter 吗？今天也有画画你们哟，就是上次直播的时候加入我的粉丝团的大家。Hello， 他名称999香草四二宝贝。今晚胖的不得了，夜ご飯胖，もしかして麻油安安。Hello， 家君亚素，洋洋，偷打广告哦，偷打广告、哦。
广告哦，精准 online 吗？对啊，开心真情告白，谢谢你的真情告白。所以开心，你现在也是在上班吗？ちゃんとファンクラブの人数、ねどうやって見るの？ね、なんでみんな分かってるの？なんでみんな知ってるの？ファンクラブの 何人いるかとか、どうやったら 見れるの？どうやったら見れるの？すごく不思議なんよね。开心 ，hello hello 猫猫，你在吃什么？我在吃牛肉炒饭。夜ご飯まだまたまだだから帰り道に帰り、それはダメだよ。奥さんが怒っちゃう。パンをね帰り道に食べちゃうからお腹いっぱいになって夜ご飯食べれないんでしょうって怒られちゃうよ。小迪 ，hello 小迪，猫现在吃晚餐吗？对啊，店长刚下班。好啊，那给你一点点时间，我等一下再给你看，差不多在十分钟后吧。司空，上の方にないの？上の方にないのとは？明白，麻油在炒，哈？开心？なかったらプロフィールで見、あ、そんなの見れるの？じゃあさ、メイがさ、今さ、何位とかも分かるわけ？全然。ね、私は何も分かってないからすっごくドキドキしてすっごく怖いよね。初蘭湖張苗蘭阿福千里 Hello 妹子内緒にしといてお願い。分かった阿福谢谢你分享直播静 Hello 静牛丼牛丼ですか？牛丼じゃないよ、炒飯。妈怎么这么吃晚餐，睡前可能会饿。我都这时间吃耶，其实。失踪，看到田中，有没有在视频分享直播间？哪一个の横のボタン？え、わからん。ちょっとスクリーンショット開けて。お願い。Hello， 膝盖班小山奈子吗 ？Hello， 阿福，我是麻油。你都这么早吃哦？对啊，都这么早吃，因为最近都在培训嘛，培训时间就是培训前吃饭。然后培训结束后尽量少吃一点，就是吃个水果之类的。所以培训前吃饭就是多这时间呢、啊。Hello， 奈子，当你公司有检查体重吗？现在还没有，但是下个礼拜就有。所以呢，为什么我还在吃蛋白？哎，那什么？这个是什么？蛋白吗？蛋白不是，这个是什么？忘记了，还在吃米饭。Hello， 肥哥，肥哥好久不见呢。妈还会吃宵夜吧？我奶奶以前也是都这时间吃晚餐，但八点多就睡。我最近超健康的，我最近好像十二点前就想要睡觉，然后七点，我今天是七点就起床了，还有一周可以减。对啊，这里的那个イベントあれだよ、カレンダーのイベントだよ。Min， Hello， 黄鱼。哎，九道也是，听说最近蛮累的。隔壁萨库拉今天要跳七个小时，我们昨天也是跳蛮多个小时，好几个小时，明天也是好几个小时，从早上到晚上一直在跳。Hello 眼巴弟，谢谢你的饭团，七点好早。对啊，最近因为太累了，然后就回家洗个澡，然后就会睡觉。谢谢你的是李湘思白，好久没有团练了。对啊，好恐怖耶，超级恐怖，我的体力真的真的没了。南宫 Hello 梦梦，毕竟太久没练习了，现在都还在抓感觉，也不是抓感觉，是体力上的问题，体力跟肌肉的问题吧。其实我昨天吓到哎，我以为就是大家都会忘光光，比如说位置啊，或者是一些小细节，但是都没有哎，大家都跳得超棒。只是我们戴着口罩舞跳舞，然后戴着口罩唱歌，然后戴着口罩一直培训，就觉得有点闷闷的。カレンダーのイベント盛り上がらなさすぎてもう存在する。いやでも私は本当に本当に今でもずっと入りたいですからね、10年以内に。把之前没练的一次练回来。对呀、啊，就这两个半月嘛，两个半月都没有练习。
要来看羽球了。对啊，我在看，我在看了。周围 ，Hello 人员，下次，哎，谢谢 Nice， 谢谢你的谢草。Hello 蛋黄哥，我看看哦，下次公园看谁最喘。我不知道哎，相信你见到成员一定有去碰成员的屁股。你怎么知道？你是跟谁说的？跟谁听的？你是怎么知道？包包包包，你换吗 ？Hello CJ 玉玉，蛋黄哥，都谁忘记都没有，完全没有人忘记。对啊，超强的。秀湖，平日几点吃午餐？嗯，我是早上跟午餐都是一样。蛋黄哥，谢谢你续费一个月的粉丝团，超开心的。蛋黄哥，练习也要戴着口罩。对啊，对啊，对啊，口罩一定要戴着。而且我们12、13个人嘛，然后戴着口罩，然后一个练舞室很小，所以很闷，真的超闷的，吸不到空气的感觉。我一个一个看哦，大家。耶 ，Hello 志伟，多日一下哦，不是，蛋黄哥，谢谢你的枫叶。有见到很多胖宝宝吧？没有哎，其实大家都没有变胖，讨厌。こっそりで練習してたからみ、多分みんなやってたと思う。そういう気持ちあっても全然使わなかったらね。だってね、だってね、インスタグラムで伝えられないんだもん。すごく悲しいよ私は。今日もなんでこんな頭してるかっていうと、それを撮ってたんだよね。でも載せれないんだよ。泣けるよね。喂安 ，Hello 喂安 ，Hello 陈美酱，北湾 ，Hello 麦友 ，Hello 陈美酱，修改。没有，我用猜，你用猜的也太厉害了。你好，我是哦，原来你是 Cookie 哦，我今天被骗了。Hello 小爱，我是你的真情告白。上班辛苦了，你们也辛苦了，还是要好好的保护自己跟他人。对啊，等一下就没办法看直播了，下次见。真假的，你等一下没办法看了，我就现在给你看好不好？好吗？你现在还在的话，我就现在给你看，好不？ワクチンの予約取れたから台湾行きに一歩前進。あ、本当？嬉しい。Only Alpha、Hello。我等我一下。岩巴蒂好像要走了，所以我就现在给你看。还是已经走了？已经走了吗？走了吗？好吧，他就不见了，那就下次再说吧。Link Hello Link MJ， 刚什么的南拳北腿 ，Ongoing 一，表妹这戴着口罩练是超辛苦的，对，蛮闷的。谢谢小伙子真情告白，亚素，对呀、啊，很蛮辛苦的。伯乐，这样还行，休息了。でもさ、聞いてもさ、毎日練習あるの、もうびっくりするぐらい毎日練習あるの。そんなに練習するのっていうぐらい練習。今日も。昨日も一昨日も明日も明後日も明後日も毎日練習なんだよね。でさ、学校に行かなきゃいけない予定があるのに全然学校に行けなくてどうしようってなってる今。オンリーアルファ。这几天上班还习惯吗？不习惯。Hello 好事多，大家很开心，见到大家还是很开心。Hello 香远雅一，江江。Hello 江江，这位。Uber， 他的 Uber 还是可以秀出来，看有没有人通知他去补影片。Alex Lee，Hello 好意，鳄鱼阿华，我看看啊，下次再看好了，抱歉，没关系。Alex Lee 好意，鳄鱼阿华，然后毎日30分なら配信でき、ね聞いてもいろんなね、規定があるの、30分だけなら配信しちゃいけないとか。例えばだからね、そういうことができないの、すごいでしょ。戴口罩根本就是很难活动，很会。对啊，超会喘。你来週の2回目に接種、あ、2回目の接種行くの？痛かった？你最怀念谁的屁屁？已经摸完了就没有怀念了。可能还是得花一点时间去习惯。体力的部分，对啊，鲁正一 ，Hello， 妈，经过这两个多月，已经让你化了。觉得你说国语比较可爱，真的吗？谢谢 Uber。なかなか規制が多いの、すごくすごくすごく多いですよ。ヤンプ、Hello， 情书，
でも週には相変わらずやっといて、その上の30分、じゃあ31分、いや違うの、1時間、何時間だったっけな、1時間以上、1時間半か1時間以上だった気がする、確か。还是忘记动作的比较问题比较多。我跟你说，我们十三个人，连一个人都没有忘记动作，连一个人都没有忘记动作。哎，其实我们昨天就是从头到尾跳舞，然后没有人忘记，或是没有人跳错，只是体力上的问题真的很大。然后戴着口罩唱歌真的很喘。マネージャーに言わなくていい毎日配信、それやったら私絶対活動停止にさせられそう。那么好厉害，大家都做好了准备。对啊，或者是大家在家的时候太无聊，一直跳舞吧，都没有忘记，也太厉害了。我觉得真的太厉害了，跳可乐老师，按小可乐这么厉害，不愧是潮族，大家都蛮厉害的。马友说日语比较帅，真的。戴着口罩也是在训练肺活量。我跟你说，戴着口罩练习其实可以，真的是可以练肺活量吗？但是对我们来说，对皮肤超不好的耶。因为大家都第一天练习，然后隔天就长痘痘，或者是这边磨到，然后就好像大家脸就是的皮肤变得不好了。嗯，所以就是对我们的皮肤不太好。那你们碰面？有没有人崩溃说下周要量体重？这个也没有哎、欸，大家真的保持得很好。阿邦带那个哎，Cookie 谢谢你的碎碎冰，嗨嗨麻友，哈拉可乐老师，终于知道我们戴口罩喊扣的感受了吧？嗯，对，因为太闷了，再带阿邦一直动不动，要卖萌萌的水。大家维持这么好，对啊，最好不要常常戴着口罩练肺活量，怕会变成气胸。要准备下班了吗？要接下来上班要加油。好啊，你要准备下班了，那你就来去下班吧，等你回来。嗯，谢谢你的告白气球，那要走哦。我看看呢，触れちゃダメって誰も言ってないからですね。まあ確かにね。よいしょ。誰だっけ？研巴力已经不在了。然后开心你还在吗？开心你还在吗？公司规定要戴口罩了。开心在哪里呢？我找一下开心。あれ？配信どこ行った？あ、这个，找到了。写真图，写真图是有，但是没有买。真总，谢谢你分享了直播间，开心你在耶，开心的开心，真开心。これ欲しい願望はあります。そうなの？ホムラ流れてるのと思ったら、まゆちゃんだった。ハロチン、シア、ホムラって何？ホムラ。現在有卖口罩、運動专用口罩、活動起来比较舒服吗？帮你订一本、好啊、谢谢。那我先给你开心看开心。因为开心其实是个小晴的粉丝，然后还有诗雅，对不对？还有 Bellflower 的话，佳丽是吗？对吗？所以呢，我就做了这样子，就是非常开心的样子。这是拿着应援棒，然后这个应援扇是因为小晴不是那个闪亮闪亮，然后那个它的符号不是向日葵嘛，所以就是看起来向日葵的应援扇。看起来有够开心，对吧？就是我画出来开心的样子，开心，开心，你开心吗？还有诗雅的字，对对对，超有点喜开心。谢谢中康尼的星辰芋头，还没下班的土豆 ，Hello，
开心是在我们的表情。なんとしなんとしてでも理由探りたいです。やばい怖い。谢谢开心的真情告白。哎，变成蓝色薯条，不要再薯条了，不要再薯条了，这是应援棒啦。所以呢，就是我想要跟开心说一句话，因为开心毕竟是不是推我的粉丝，所以呢，希望下次来看公演的时候，就是帮我多多应援，帮我多多看一下，瞄一下也可以，瞄一下马友也可以，就 Unity 的时候就是。看花个十秒看马友也可以，就是我下次如果你有来看公演的话，我会努力找你的，我会让你开心的，我也会开心的，看到开心我也会开心的。Hi this， 嗨，你解脱了吗？给你五秒，一二三四五，一二三四五。开心公演基本上我都在呀，对啊，可是希望你可以多多看我，多多看我。啊，这哈利さん、谢谢的四叶草。奶奶，ちょっと待ってね。一个一个念。第一次看到马友这个发型，有点古代中国风。天啊，我今天是。那啊，应该是因为外面下雨，然后就这边没有卷卷的，就是有卷卷的话，就是有一种居家风格这样子。我今天也有拍那个居家风格的照片，还没破。阿水，うちのところばり、雨降ってる。あ、さっきもめっちゃ雨降ってた。大粉丝推谁？麻油都不知道，麻油都知道，对啊，麻油都知道。谁？土豆对麻油，对啊。蓝色是谁的应援色？我就说我说那个。Bellflower 的 B 组的，就像您的影片看了，哈利想写成了一封信。需要关注的马友，对，需要关注的马友。马友画诗雅，好像王子面的儿童。我有画过诗雅吗？真推马友不吃亏。Sky，Hello Sky。静，好哦。哎，环宇在吗？环宇应该是在看阿姐的直播，对不对？我猜。还有奶奶。奶奶，还有齐薇，齐薇在吗？希望他在哦。我觉得我画齐薇，齐画的超可爱的。哎，黄宇居然在耶！我以为你去看阿姐直播，还是你就是两台手机一起看这样子。你也在，开心。奶奶不在，对不对？那我先给你看黄宇。哎，这个真超可爱的。我头玩麻友就叫，超好，超好。哎，怎么讲？超棒的，谢谢 Danny， 谢谢你帮我投票。超开心的，刚刚那原本不是夕阳吗？不是 ，Only Alpha， Hello， 哎，对，欢迎这个，来，阳台不能登同个账号哦，原来，你看，超可爱的，黄鱼吃黄鱼，然后旁边的麻薯在很羡慕，就是他吃的黄鱼这样子，蛮可爱的吧，蛮可爱的吧，所以我们这个。ファンユーっていう名前だから黄色の魚を食べてるファンユーさんで、これは黄色の魚を食べてるファンユーさんが羨ましい表さんです。はい、あんこい。はい、ディディアです。レンズ。あちゅん。お餅魚大好きで。ゴンゴン大好き。ハイチーズ上ハーホカーザン。有没有？有没有？相信我的记忆力超好。为什么是九号呢？你跟大家说明一下为什么是九号，就是要让大家知道我的记忆力有多好。奶的是黄鱼，站着吃的，站着的还是被吃，被吃的当然是被吃的。马小表示怎么可以在我面前吃鱼？对啊，めっちゃ可愛いやな。しかも九番っていうのがすごくポイントなんです。なぜなら前に九番っていう服を着ていたから。私の記憶力は本当に素晴らしいと思います。啊，像猫咪一样的吃法，对啊，肉鱼肉好吃吗？腰果眼真美，而且我觉得画黄鱼蛮，就是蛮像的，就是黄鱼的眼睛是那种温柔型的眼睛，所以我就画一个很温柔的，看起来很温柔的眼睛这样子。那应该马有吃我吧？
为什么说变成短头发？めいちゃんのファンクラブ35人おるけど、ちゃんと35枚のアイコンある？あるよ。あるよ。我说你呀，要给我颜真美哦。你说你，你说我。ツナマユ見た，ツナマユ見た，めっちゃ可愛い。启威，你现在还在吗？サルボホ。江江，他的江江。奈奈不在，可是奈奈，奈奈的超可爱的，感谢称赞，嬉しい。启威你在，我跟你说，江江超可爱的。这是启威，35万你考上的一呢？哎，绝对绝对普通にいるよ，絶対いるよ。十二，还有十二，这个，我等一下帮你说明为什么。鸭鬼，我叫他来，叫谁来？奶奶吗？我跟你说，为什么是这个？是因为他推诗雅跟 Mina， 然后诗雅的痣，然后这个是 Mina。我原本是想要，原本我想要画那个仓鼠。但是我画的好像老鼠，对不起，就是它是 Mina， 它是 Mina 的老鼠，然后这个是麻鼠，这边是 Mina， 这边是麻鼠这样子，然后这个是诗雅的痣，然后当然也有推我啊，所以这边是麻友的符号。什么？你刚刚什么？哎，你真的记得那个是我？当然记得你啊，怎么可能不记得你？怎么可能？我。见到一次，第一次见面的时候还不知道你是启威，然后第二次见到你的时候就知道你是启威了。奶奶来了，奶奶 ，Hello， 奶奶。Mina 变老鼠了，对了，仓鼠变成老鼠。妈的，画风跟雨林一样，都是 Q 版的，对呀。Mina 应该是在麻鼠这里，好可爱，好喜欢，谢谢。来晚了没关系啊，奶奶。我跟你说，奶奶是一个很可爱、非常非常可爱的女神，然后她是那种就是很可爱的发型，就像怎么说香菇头吗？香菇头的，就是圆圆的发型，所以我直接把她的头变成香菇了。这样讲，我还没截图到，哎，那我等一下再给你截图，好吗？我先给年年看，然后你看看这件衣服，你有没有记得这件衣服是谁穿过的？香菇头，对，香菇头奶奶，香菇头的。然后这件衣服是雨晴在合照会穿过的，哎，哪里的空航空公司？对，是鸡鸡穿过的，是鸡鸡穿过的哦。然后这是香菇头奶奶，然后就我觉得眼睛画的抽象的，不觉得吗？就是。他的眼睛是就是脆脆的，然后就是双眼皮很明显这样子。是奶奶，你这可爱个奶，空姐奶奶，对呀、啊。那我等一下再给你，等我，齐威要那个，哎，截图时间，给你5秒。超级马里奥的香菇造型，对，好像马里奥会出现的人。レックスがね、ファンクラブ入ったら、人物じゃなくてレックス交流、恐竜書いてほしいんだって。え、全然いいよ、もちろん。そんなの当たり前にいいよ。チーチーコンチェ。どうよ。ハロー、シシエマイ。え、ね、不用跟我的合照。我跟你说、启威是很会打扮的人ね。我第一次见到启威的时候就觉得，哎，这个人怎么那么会，怎么讲，偶像嘞，怎么那么偶像嘞，这样子，怎么那么时尚？他很会搭，对，穿搭，哎，真的，超会穿搭的，所以我印象超深刻。麻友也知道香菇头的事，哎，对呀 ，Lex 麻友，私がめいちゃんに伝えてくれて可愛いな。Lex 分かったよ。じゃあ入って。私 Lex めちゃくちゃ可愛く描くわ。入ってレックス、入って。ジャンク、チウェイ太幸福了。没有没有，真的啦，真的有，真的有。ジャンク是什么方言？原来在呀、啊，在呀、啊，ジャンク。哦，シアレ，对哦，シアレ。レックスよかったね。这麻友怎么能不打扮？所以我就很开心啊。其实粉丝们大家都是一样，就是都很用心打扮啦。
但是我第一次见到奇威的时候就觉得哦，好おしゃれ。え、なになに？グリッドマン？え、ありがとう。クッキー、クッキーだよね。谢谢クッキー、クッキー。是クッキー对吧？クッキー、グリッドマン、谢谢开通一个月的粉丝团，超开心的。好像每一次开直播，每一次都会有人加入我的粉丝团，真的超开心的，谢谢大家。双眼 ，Hello 同盟 ，Hello 志祥。要出门买便当，今天不可能不会不哎，今天可能不会留言，拜拜。为什么？喂，吉吉，我知道哦。Rex， 你不是要加入我的粉丝团？我画画给你呀、啊，我画画 Rex 给你呀、啊。为了这漫游，我还要滚着进场，超可爱的，图特真的很可爱，这样都认不出来。Hello， 仙女秘书小姐姐已上线。谢谢麻油，很可爱，我也觉得你超可爱，呵呵，你真超可爱。Hello， 杂君。嗯，巴巴巴拉巴巴，好开心哦！现在是不是已经36个人了？开心开心，太开心。Roberto Roberto， 下次再说拜拜，反正以后机会很多，便当比较重。喂，什么东西？麻油跟便当哪一个比较重要？便当居然比较重要？天哪！没有啊，吉井 Lex 是一个很可爱的人，只是他说他嘴上是说这种哦便当比较重要那一些，但是他每次来找我的时候。其实蛮可爱的，嘿嘿，37了，对，哎是哦，37了，我也是36。张张，谢谢你的海碗星，海碗星，ありがとう、カオス。え、なになになにこれ、え、なにこれ、すごい、え、なにこれ、え、待って、バリブサイク、バリブサイクなんやが、びっくり、バリブサイクやった。ありがとう、ケークさん、ホーチェンミハマ、超可爱的礼物、超可爱。谢谢，哎，めっちゃブサイクだったけど，刚刚超丑的，你我还好吗？还好有阳光进粉丝团，开心，谢谢 Cookie。这个要炸一下，这个要炸一下，有便当就能吸引麻友，有麻友只能稍微，天哪，好好笑，土豆今天也是厉害哦，好笑，好笑当当。不在乎見逃した。啊！タピ太郎が来たよ。麻油的白什么皮肤变黑了？对啊。ウィス。今日は、え？今日あれレイチなかったっけ？後で行っちゃうんでしょ？どうせレイチのところに行っちゃうんでしょ？タピタンは。そして私は泣くよ。そして一人で泣くよ。わら。本当にね、みんな知らないと思ってるから、誰が誰を推してるかとか、誰がどのところにいるとか、もう知ってるからね、ちゃんと。研究済みだからね、私は。どうした？かわいいこと言うじゃん。焼き餅だって焼くんですよ。ランク、ほら、ランク。ほら、にかん。你看的对，ほら、誰よりそばにいてほしい言うてるやん。この歌詞が私の心を今読んでるわ。タピさん白上司な、白シーピー。今日お団子の服の感じがすごくいい。あ本当？でもね本当はねくるくる巻きにしてたんやけど雨でなくなった。マヨ知道タピさん推薦の？当然知道啊，当然知道啊。ねえねえ、日本人メンバーさんたちがいるときにさ、ちょっと面白いこと言っていい？あのさ、お母さんがさ、カントリーマンを大量に送ってくれるのね。で、服高校の時の服みたいなのも入ってて、で、それでさ、なんか英語で書かんとあかんねんやん、こう、台湾に送ってくるときって。で、クローズみたいなの書いたんよ、服って。じゃあさ、郵便局のさ、お姉さんがさ、服っていう漢字をさ、豚って書いとってさ、でさ今日さお母さんがさそれなんか写真撮って送ってきたよ。でなんかあお菓子みたいなアイライナー化粧品みたいなで服って書いてるとか豚って書いててさ豚え豚みたいなめっちゃびっくりしてさえ豚って何って言ったらさ横にさクローズって英語で書いとってさ
そうそう、服と豚めっちゃ間違ってた、めっちゃ笑ったわ。あれ郵便局のお姉さん多分お腹空いてたんだろうなと思って、服を間違って豚に変えちゃうとかめっちゃおもろくない？いや私だけこれツボってんの、めっちゃ面白かったんやけど。その時ハイハオツーツーツーを問いにしまー、六月生学出来了、六月生学出来了、真的假的、豚まるまる一匹送ってくれるか、日本産の、それはそれで嬉しいけどね。ハロウェイ連れて進め、いやいや中間で引っかかるかな不然我就写李彩姐佳丽思雨我 Hello RG 酱超哥それだけ日本から台湾に豚を送るってことしかもさ、カントリーマームのさ量がさやばくてさ、なんか値段書かないといけないらしいんよ。カントリーマーム何円分みたいな、お菓子何円分みたいな、カントリーマーム6000円分やばくないびっくりしたマジで、みんなと分けて食べなさいって言われて。動物とか生物系は無理だね。そうだよ、有名よ。こんばんは。台湾には牛肉入ったのって NG なんだよね。あ、そうなの、豚を送る人がいるってことか超クーフー、すずの玫瑰ハローショー、いいカントリーマームめっちゃ美味しくてさ、しかもさカントリーマーム工場行ったことある？カントリーマーム工場にさいっぱいいろんな味のやつが売ってるの。沖縄黒糖味とか、いちご味、抹茶味、濃厚チョコレート味とか。今日レッスン終わり、そうだよ。今台中の精神物ピーラーを嘴巴那有哪有说过非彩街家里ん？是吗？是吗？真的吗？哎，现在是那个哎，泰国女生单打八强赛耶，大家有在看吗？祥工程，マジでさ、カントリーマーム工場行きたい。エキスポのカントリーマーム、あ、そうそう、エキスポのカントリーマーム工場だよ。シャンチューコンさん、行ってみて、めっちゃ楽しいから。作れるんだよ、しかもカントリーマーム自分で。え、待って、今何位だ ?20 位か、ちょっと難しいか。難しいかな、本場は大丈夫かなと思った。20位だったらちょっと難しい。スハオ消さないよな、志宏難しいね。現在在小袋落後中加油啊。好像是耶，可是两不对，上一局是输了。是哦，泰国也很强，厉害的，大家都很强。谢谢草哥分享的直播间。嗯，我只喝了一杯，我只这一个，我没拿菜。お子ちゃまだな。でさ、これを見ながら食べてたらさ、口がどこにあるか分からんかったねカントリーマームなくなったからさ送ってくれるの。我自己班没承认过，所以是要采摘加栗子限定见面的。好多。口の中に食べ物入ってる時は喋る、口は開けてない、でもちゃんともぐもぐしゃべりしてる。ねえねえ聞いてね、チャーハンささっき買ったのにさ、ここの部分しか食べ終わってないよ。やっぱりもう今食べるのやめるわ、じゃあ後で食べる。みんなと喋ってると食べれないから、ちょっとティッシュ取ってきます。
常我飲み物それはやばい我只有 認過推理跟水跟雨晴食べかけ見せるんじゃないよ。カントリーマーム推薦什麼口味的上次在原味的很好吃对啊就是那什麼可可口味吗现在那个欸泰国的单打是7-3泰之翼在加油啦那北极熊宝贝儿麻油吃饱了没有还很饿啦就是没办法吃就放弃了晚点再吃吧开完直播再吃吧抹茶味抹茶ねでもね許せないことがあるの一つカントリーマームってさしっとりクッキーなのにさサクサクチョコクッキーみたいなのが出てていやサクサクチョコクッキーだったらカントリーマームじゃないからカントリーマームって言わないでくださいって思った最近全然お菓子食べてない不过蛮有不是不喜欢太甜的食物嘛カントリーマーム不会太甜なみや北极熊怖い怖いいや本当にねいや私がそのカントリーマームに対する愛はすごく強い見かけたら買いますかしマヨ越甜越好谢谢对不起我刚刚一直讲日文对不起啦谢谢ジョンカニのブイブイじゃなんで今送ってくれるマジでいやそんなのちょっと58秒しかないのに送ってくれるのはちょっと怖いないやこれ10位内に入れたかなつらいちょっと待って今どこ谢谢ジョンカニのブイブイちゃんいや我现在是有办法进7名了太棒了太棒了有红包了耶耶耶谢谢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 中干的大哥呢飞飞车让大家就是抢红包这样子呀さすがだねやっぱり無理無理とか言ってきながらやってくれるんだよ腕ピヨですヘイリオシンまだ終わってないからねあと20秒あるよでもチーミンできた嬉しい第7名很开心晚安取到了 Hello ヘイリオシン冬至冬至谢谢谢谢阿奇的 Kimi 的一见倾心谢谢你的一见倾心谢谢你今天现在已经八名了吗应该会有红包啦有啦有啦有啦会有红包啦耶、yeah, 猫狗大战开始了快去看看吧对了昨天我生日生日快乐祝你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 生日快乐谢谢嘿刘星生日快乐上次在西门町试吃好多 Country Mom 好贵对不对真的超好吃的对不对 Country Mom 是我最爱吃的饼干真的是太好吃了真的超级好吃就是软软的那种超级好吃然后现在出了很多口味只是呢因为以前的 Country Mom 那个饼干呢比较大但是现在变小了一次去了七个吗しないんだ。こういうと怒る君。マヨ生日祝福、谢谢。不会、不客气。Hello, 大家好、我是 AKB48TP的天津マヨ。哒啦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 。全然全然だよね、これ。歌詞調べよう。たくないよ。遥か昔から因为路边在发冰棒哦真的哦好好中文说的好流利谢谢言えばいい君の全然前世から僕は君を探し始めたよその不器用な笑い方をめがけてやってきたんだよ君が全然全部なくなってチリチリになったってもう迷わないまた一から探し始めるさむしろゼロからまた宇宙を始めてみようか Hello 大家好我是 AKB48TP 的藤井麻友来自大阪现在就在台北台湾红包唱起来話すかな君が眠っていた間のストーリー何億何光年
分の物語を語りに来たんだよ。买回台湾了吗？哦，我没有回去日本的，去死！我疫情时间，疫情发生了之后都没有回去日本。もう耳はない。え？もう眉はない。空耳？その空耳あった？え、本番チャンス来。じゃあ私はここで。え、無理無理無理、やめてそんなの。前世から？前世。君の前世から僕は君を探し始めたよ。その騒がしい声と目がけてやってきたんだよ。革命前夜の僕らを誰が止めるというんだろう。分团路人不用钱，加入粉丝团就可以抢红包啦！大家来，欢迎大家追踪我的。追踪我的直播，追踪我的 IG。 线上公演消息公布了耶。什么叫线上公布？什么线上公演？怎么我也不知道？等一下，我怎么都不知道啊？ちょっと待ってくださいね。 AKB48 点滴，笑死，我怎么都不知道线上公演到底是什么东西。待って待って、何それは。AKB48DMTV クリックオンライン、何それ。いやちょっと待って、前も何それってなってる。八月十四那个周末，期待好久了吼，期待。哎，等一下等一下，我现在有点不知道在讲什么了。嘟嘟嘟嘟嘟嘟。君の沈源总是最晚知道，对呀，为什么是总是都是最晚知道的？哈喽盛，哈喽盛，哈喽小君 Andrew， 总是有我们通知成员们。对哈，怎么会？我看看，有了，我看到了，我没有要登录了，等一下，稍后再说，对，稍后再说。我看看，哎，真的哎，那过来，粉丝们久等了 ，AKB48TMTP #首次现场公演。2021年8月4号，哎，3个礼拜，哎，哦，吓死我了！平台正式开卖，因为受疫情的影响，好久没再跟，没再跟大家见面，想必粉丝们也很想念成员们在舞台发光发热的身影。好，不要再念了。Universal Flower 是2021年8月14号礼拜六的6点。哎，防疫安心价500块，真的假的？500块耶！日本から怎么見れるのかな？好问题，请问一下，日本的粉丝也看吗？也可以看吗？哎，很厉害耶！防疫安心价500块耶！天哪，很棒很棒！呼呼吗？欢乐西恩。哎，线上公演等等是，我跟你说，线上公演应该是会比较难哦，哦，难怪啊，我知道了，原来他们在啊，我知道了，我现在有点有印象了，我到现在我一直不知道线上公演这件事情，但是我现在知道了之后，就回想了一些什么大家在讨论的内容，就想到了，哦，原来在讨论这件事情啊，我怎么不知道？待ってください。西瓜星星的枫叶，我一个一个念，对不起。西瓜星星的玫瑰，西瓜瓜，你知道西瓜的日文是スイカ吗？スイカ。オンデマンドでも始めるの。オンライン公演だって。KKTIX って何？あのそれはあのですね、在庫みたいな感じのそのなんかサイトみたいな感じですね。一场500可以买了，对呀，500就可以买了。我在开车，所以不能发表评论。期待见送，日本からでも見れるのかな？見てほしい本当に。我看看呢。都西恩 ，Hello 夫妇们，老公 ，Hello 嘎瓜，划算的价格，我也觉得蛮划算的价格。Online 公演错的是 ，KKTIX 美读留言的环节了啊，真的、哦。西瓜谢谢玫瑰 ，Hello 滑雪什么时候又觉得更有动力？耶、yeah! ，很棒呢，小薇。麻油是被边缘人吗？
ったくそかよコメントできませんが聞いてますので、たまに日本語で答えてね。 OK。 あのね、あ、我先用日文讲一下好吗。8月の14日の6時からベルフラワー、あ、一個一個言うね。なんかさっき5分前に公表されたのが、リセット公演のオンライン公演が始まります。で、それが8月4日のリバイ、リバイ3時時は、あ、リバイ3時リバイ時、水曜日からチケット発売開始されます。で、公演の日はユニットデイジーは8月14日リバイ、土曜日の1時で、ユニットベルフラワー、はい、私がいるところは6時からで、夜のね、ユニットさくらは8月4日の、あ、4日、あ、違う、8月15日の日曜日の1時からですって感じです。で、チケットは、500元なので、日本円にすると大体2000円ぐらいなのかな、です。はい。可以边吃美食边看你们的公演了。对呀，好棒哦。デイジーと桜、待って、私在ベルフラワーですね。没，姐姐应该会通知成员们了吧？我现在还没收到，我现在还没收到任何讯息。来，可以带爆米花入场了。对呀，可以烤肉了。嗯。あのね、はい、あの、車を運転してるときはコメントをしないでください。私はハリさんの安全が第一ですのでコメントしないでください。またイベント見つからないね。ねえねえ、本当にさ、ジョンカニさん、絶対にベルフラワーも見てね。絶対に見てね。頑張るからね。線上公演不知道也要不要抢票。我也不知道耶，这件事情我也不清楚。发生什么事？ Hello Hello 小峰、ハロシェショウゾウ。なんで？だってマユちゃんがいるからだよ。8月4日の日本時間1時から帰るのか。そうだよ。でもね、日本の方も帰るよね、きっと。絶対帰るよね。じゃないとおかしいよね。帰ると思います。ハロシェショウも说谢谢你的封印、英语姐姐。あ、要把藤井麻友接取封锁才能转日给他喂。不要排挤这个日本人。还有一只虫。线上公演有点紧张耶，因为好像线上公演跟我有猜啦，我有预测说就是八月或是九月的公演会不会是直播公，就是这样子线上公演，但是我们都没有收到任何通知，然后就今天才知道这样子。然后我以前在想，就是如果是真的是线上公演的话，我觉得我们要换个方式，因为我们以前的公演都是全力跳嘛，就是全力跳，就是表情的部分可能就是要再重视一下，就是要再练习一下，因为毕竟是个线上的直播公演，那就可能就是怎么说，特写比较多吧，所以我怕我的表情很崩溃这样子。だけだった、なんでこれなんて書いてるの。参戦じゃない限り買えるかも。え、買ってね、絶対。 Only Alpha from Fun Pikachu Jack 表情管理对啦。我不知道会有机台摄影师。やってみちゃんのダンスまともに批評できる。批評じゃなくて批判しないで。え、でもさ、私がさ、ちょっと苦手分野であるのはカメラをこの捉えるのがすごく苦手でそれがすごく苦手でしてですね、だから今回はちょっとダンスはちょっと 80% ぐらいにして、ちょっと表情にちょっと力を入れるように頑張らないとケビン、ハロケビン。間違えた。ほら、线上公演好厉害呀、啊！马友很上镜，不用担心。没有，我自己看就觉得我很不会抓镜头，就是不知道什么时候要看呢、啊，就这样。然后如果我是全力跳的话，表情也是蛮能控制的，所以我想说这一次线上公演的话，可能力度是80%吧，然后表情和表演感可能要再加个20%这样子，
上の美したい人しか映さないのやめてる。いやでもさ聞いてめっちゃ悲しかった。あの彼女になれますか、あのね見たあの動画、彼女なんだっけあれ、彼女になれますかだっけ、あのあるよあなたの彼女になれますかのさ、あのさビデオさ、めっちゃさ悲しいことがあった、めっちゃ聞いてほしい。あのさレイティンいるじゃん、レイティンウサギのレイティンとピンハンがいるじゃん。でさピンハンとレイティンが歌ってる、私ここがね一番初めのね、一番初めに歌ってるね、私ねピンハンレイティンマユちゃんなんよ、ピンハンレイティンマユちゃんなんよ。でこのマユちゃんだけねなかったんよ、バリ悲しくてさ。その時しかもバリなんかさ、それ踊ってるとかそういうのじゃなくてただ歌ってるだけだったから、なんていうの別にめっちゃおかしな表情してたこととか絶対ないと思うし、でまあわかんないけど、まあわかんないけど多分ないと思うけど、3人の中でさこの2人だけがさ、そのさこのここにさ捉えられててさ、私だけ消すって何みたいな、めっちゃさめっちゃ悲しくてさ。でそれ以外も別にあんまり映ってなかったしさ、おっどこしたかなってめっちゃなんか悲しい気分になった。見た、リンリンいないから見てない。リンリンいない、なんでいらないの。シェチハローヨーチャー、運営に消されてるエリックあるあるなんだよな、めっちゃさ悲しいんだけど。だってさそれがさ5人だったらさ、5人のうちのさ2人を映すとかだったらさまださ理解できるよ、あ5人だもんね、5人だったら多いからさ2人かなみたいなあるけどさ、3人なんだからさここさ半分だけでも出してくださいよみたいな。あリンリンその曲出てないの、なんでバリ悲しい。我跟大家说，你们有看那个《可以做你的女友吗》的影片吗？我们官方发的《可以做你的女友吗》的影片，然后那个真的超级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 难过的事情，我跟你讲，就是哎对呢，想不到真的会有那样的时候发生的不知所措。那个那时候啊，那一句那四句吧，那四句是品涵、瑞婷我三个人一直唱的。而且那边也没有什么动作，其实也不太可能会有什么表情很崩溃的样子。然后就呢，就是呢，那个影片出来了之后，品涵、瑞婷、麻友，然后麻友就被卡了，被卡掉了。就是我看到，哎，麻友嘞，麻友在哪里？麻友在哪里？我找了很久，哦，原来是被卡了。然后后来就超难过了。TV の運営やりそうだよな。何が？一曲の中で推しが数秒しか出てこないとか本当デイジー人多いから、あ人多いから、没关系之后线上公演我剪，哎没办法剪吧，线上公演应该是没办法录音吧，没办法啦，不可能啦，应该是不可能会能录音的吧。福哥，他的福哥，可惜，我看了就觉得超难过，怎么会不见了？就是。我跟你说，如果是五个人唱歌，然后就是剪了两个人的表情，然后拍两个人的表情还算，就觉得哦，因为是五个人嘛，就是人太多啦，就是特两个人的特写就好，就是三个人而已，就是拍我的这边就好，拍我的右脸就好了，就拍我一下下嘛，不行吗？这样子，好笑。不过听声音还是认得出吗？真假的小微不快，小微不快，不快是我的粉丝。Hello 小霞，欢迎小魔术。バリおもろいわ、本当。めっちゃ悲しかったもん、あのビデオ見て。え、いないんかい？なった。いないんかい？ってなりました。だからちゃんともっといっぱい撮ってもらえるように頑張ります。再播下去就会拍到麻友摸屁屁的证据，没有啦。谁在公演的时候会摸啊？草土舞蹈片段果然还是麻友最亮眼哦，这小鸡叫，哩咕哩咕。Hello， 柯正伟。お腹空いたのに食べれない悲しさ。小山さん一秒。それはだって、はい、だってあれだん。小山さんあれだったから。太好了，蛮好的，还在开就要。見つけれんかった。いやだって小山さん踊ってないやん、リセット公演。好厉害哦，戴资颖现在，一局赢了，一局输了，然后现在是3-3。好，那大勇，ありがとう，耳机酱，乖乖 ，Hello， 乖乖。那个你知道吗？现在有线上公演了，太棒了！麻友直播说话的是声一句日本，这一句中文吗？
也没有，就是讲完一个话题，然后再用日文仔讲这样子。啊，所以，あれその二ヶ月の原稿そうだよ，知道啊。那你会看吗？你会看全部的吗？他比的哟，浪漫 Hello 全人，阿罗男神。我知道，我知道吗？毛毛。そっか。え、でもやっぱりさ、オンライン公演とほとんど劇場公演とやっぱり違う？まあレイチちゃんが可愛かったから、レイチちゃんが可愛かったから全てよし。まあ確かに私も可愛いなと思ったわ。やっぱり可愛いなと思ったわ。違うよ、やっぱ違うよね。やっぱりみんなもさ、だってさ、あの NMB さんのさ劇場公演見に行った時さ、みんな結構さ髪の毛気にしませんみたいな、顔も気にし、あんまり気にしてませんみたいな感じだったんよ。でもやっぱりあのインターネット YouTube 上で見るとやっぱりみんな表情意識の方があれなんかなと思って。それは違うでしょ。そっか、障害そういう遠くの推しより目の前の可愛い子だもん。遠くの推しより目の前の可愛い子だもん。え、どういうことどういうことどういうこと。私めっちゃ遠いんやが台北にいるんだが、 目の前の可愛い子とは。タタラタラ、かお前子は髪もうまく扱いながら踊るよね。そうだよね、確かに確かに。頑張んなきゃ。髪の毛ちゃんと言うこと聞いてね、髪の毛言うこと聞いてね。ジャージさんはレッスン中ですね。ママお谢谢你追踪我。ララララ言うことのできない、でもう一回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 。ハロシャン、あー分かった。推しが反対から折ったらもう首そっち向いてるもん。目の前のメンバーが無視。マジで TP のメンバーってですって言葉聞いたことない。マヨジンで会到几点？我今天五点十五分，所以一个半小时的话多少？几点？一个半小时六点。六点十五的时候一个小时，六点四十五吗？七点吧，差不多七点吧。然后再看心情吧，看我的心情跟看我的胃，因为我现在很饿，然后我现在开直播没办法吃。八点没办法，我八点前一定得关。めいちゃんが映るの楽しみしてるね。あー、そんなこと言われたらすごく緊張するね。肚子饿啊，超级饿啊，超级饿啊。哒哒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 哒。雪玲姐直播吃饭，じゃああと10分だけ見る。いや無理、もうあと1時間あるやん。ちゃんと、え、待って、今1時間開いたんか。え、早くない？早っ、マジで早っ。じゃあ7時まで開こう。コンビニに駐車中、オンラインめっちゃ楽しみ、絶対見る。見て、ありがとう、タピタン。タピタンが全然ガオバー送ってくれた、嬉しい。我也还没吃，赶快去吃。肚子饿的话，应该会准时关播。什么东西？开到七点好了，开到七点。デイジーは絶対見る。グッ、グッじゃないわ、グッじゃないわ。ベルフナワーも絶対に見て。やっぱりみんなやっぱ違うからね。デイジーは結構明るい系で、ベルフラワーは結構なんていうんだろう、揃ってる系で、桜組は可愛い系って感じ。ベルフラワーはまいちゃん以外のメンバー知らんし考えて、いや友人のこと好きやん。オンラインで満足しないように。ん？指引加油啦，七比八。最近友人のインスタの写真映えてるよね。なんかあったのかな友人。え、どういうことどういうこと。
前から結構映えてるくない？まあ台湾の電話番号を結ばないとチケットかまん落ち待ってる。みんな貸してくれるよ電話番号ぐらい。半退中の陽光。でもちょっとだけ痩せてさ、顔がさシュッてなったの分かる？みんな分からんか。まあいいや、もうちょっと痩せよう。レオリーちゃん、ハローレオリーちゃん。やっぱりって絶対思ってなかったやろ。絶対思ってなかったやん。一人一個アカウントだから貸してもらっても意味ないやん。あ、そうなの？じゃあメインのやつ使ったら09090000000。オンライン公演楽しみね。楽しみ。レッスン後だからかと思ってた。あ、そういうこと？実際に痩せてた。なんかハルシャオー、泡にならなくてもいい。京セラドームでこの曲踊ったことあるんだよって言ったことあるか。昔スマップのバックダンサーついてました、藤井真由です。これは少し人生の中での自慢です。我国小的时候有就是在 SMAP 的棒有在大阪巨蛋跟 SMAP 跳舞过。我是 SMAP 的伴舞者。何回も聞いた。だっていつもいるもん、直下に。谢谢リクリクの新流さん。大家都知道 SMAP 吗？蛮有名吧。木村木村拓也。木村宅宅。木村木村又宅。好厉害，谢谢。我以前就是很常去那种甄选，然后就是刚好被选上 SMAP 的伴舞者，然后就在那边拿着气球这样。Kevin， hello， 怎么那么猛？好厉害，谢谢。一个一个谢谢你的行李箱。マジか、すごい。あれ？知らなかった感じのやつか。マジすごい、ありがとう。一番に、でも忘れたもん。めっちゃ練習させられてたけど、これ。そうさ、僕ら世界に一つだけの花みたいな感じのやつ。映像あるの？多分ね、お母さんはあると思う。お母さんはあると思う。世界に一つだけの素敵なのも可愛い。今日かも可愛いね、タピは。でさ、聞いてオーディションめちゃくちゃ難しかったよ。めっちゃさ、キッズダンサー勢ぞろいでなんかバリバリ難しいオーディションをさせられて、あーこれ落ちたなと思って受かって、でその後に踊ったのは世界に一つだけの花。世界に一つだけの花。えってならない？なんでオーディションであんなに難しいの踊ったのに、えこれですかみたいな。バリびっくりした。スマップ大叔们人好吗？人很好耶。好像我那时候我的朋友去摸那个中居君中居さんの屁屁，然后就在旁边笑。我就在那个中居さん在这里，中居さん，然后我的朋友，然后我就这样，然后这样跳舞，然后就是我的朋友摸中居さんの屁屁，然后就在那边嘿嘿嘿嘿嘿这样子。我跟我小的时候，最後オーラや花の有無なんだろうな、オーラや花の有無なんだろうな、もうピーピー。そうだよ、私のあの中井くんが私の横の横で踊ってて、で横の子が中井くんのお尻触ってた。ベイユー、ハローベイユー、イイリンさん、もうピーピー。パンヨーイエシーファン、もうピーピー。面接の時バリ難しい質問されるけど、実際仕事やってみたらそんなの使うってやつ。あー確かに、ゴーシャオじゃもうピーピー。对，国小的，哎，那是国小六年级吧？对，国小六，好像那时候是国小十二岁到十八岁的舞者这样子，还是十六岁，忘记了，反正就是，十二岁到十六岁的跳舞的人，然后去甄选这样子。一瓜，谢谢你的鼓励，呱呱，麻友是不是被坏朋友影响了？可是我觉得，如果是SMAP 是大明星耶，就是全日本人都知道的那种大明星。我也现在有点后悔，为什么那时候我也没有跟着一起摸他的屁屁。
对不对？这样子就现在有很多很骄傲的事情了。我还有跳过 SMAP 的霸屋泽，然后我有摸过他的屁屁，这样子，对不对？一个谢谢你的鼓励。北原麻油晚安，晚安北原，谢谢你的星辰。南希麻油，你知道一个台湾歌手王心凌吗？爱你爱你爱你，哎，不是王心凌的爱你是那个吗？我忘记了，等一下，王心凌的爱你是不一样的那个爱你。等一下，我看看，王心凌，我会跳哦，王心凌的爱你我会跳舞，哎，韦卢。可以让山曲跟你握手，哎，其实那时候都有握手，哎，对。那你この自慢，そう、お尻触っとけばよかった。你就能在间什么间接，对对啊，间接对间接。陈芳语，对对对，这个是陈芳语的。王心凌的爱你，我现在有点忘记了。噔噔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 ，对不对？对不对？我看看，王心凌爱你，应该是这个吧？我应该有学过这舞蹈的。噔噔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 ，这个这个这个，爱你，噔噔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 。哒哒哒哒哒哒，啊，待って、なんで？ワンルー怪怪的。待って、でも。哒哒哒哒哒，哒哒哒哒。打喷嚏？什么 ？SMAP よりメイちゃんが有名だ。ありがとう。白羽，后来你唱的是陈白羽的《爱你》，对呀。小时候在日本也听过，没有，我来台湾之后才知道的。常常说，哎，你说的话是不是别有用心？明明很想相信，却又忍不住怀疑，在你的心里，我是否就是唯一？爱将是我有反着你。Oh baby， 情话多说一点，想我就多看一眼，表现多一点点，让我能真的看见。那个嘞，想陪你不止一天，多一点，让我心甘情愿爱你。那个嘞，感谢你的星辰，即使我现在第一次唱。这是我的首次唱《爱你》这首歌。现在要跟大家讲解为什么讲解《爱你》的小动物。哎呀妈呀，这首歌很适合你，有时候 cover 一下啊。其实我以前想要 cover 这首歌，然后就后来就没了。对不起。现在全草直播，嗯。哎，马小叔在日本也听过没有？听过，来台湾之后再听的。博云 ，Hello 博云，这首歌好像也在有人在打口，真假的？谢谢谢谢西瓜的鼓励，谢谢 Lick Lick 的星辰。Cookie， 哎 ，Semino Song 的 Semino Song，Hello， 这首歌是不是上海 Asian Festival 有跳过？因为我在上海 Asian Festival 的时候还不是选拔成员。那必当是的，在上海有唱过，对。但是我那时候还不在选拔里面，也没有去上海，也没有去泰国，所以这次的 online Asia Festival online meeting 是第一次参加 Asia Festival。我有个问题，妈怎么会那么可爱？谢谢。王心凌的爱，即使我第一次学会的。中文歌是爱你，还有想你。戚薇 ，Hello， 志宏，不是嘉宏啦，对不起，嘉宏。WRC， 明年泰国就有你了，我真的好希望会有我。陈芳语的爱你，克里斯想你，对，那个爱你是我高中的时候学的，然后想你是高中毕业后才学的。
试试看这个很高音的歌。I thought I had everything I needed. Mondays. 想你，蛮喜欢哪个台湾女歌手或是哪一首歌？好难欸，其实我没有特别喜欢哪个歌手，也没有那个喜欢最喜欢的歌，也没有都喜欢。我们而已，你微笑的唇形总勾着我的心，每一秒触吻，每一秒都想要吻你，就这样爱你爱你爱你，随时都要一起。我喜欢爱你味道味道，还有你的怀里，把我们衣服纽扣虎口，那就不用分离。美好爱情，我就爱这样贴近，因为你。西瓜细心的看好你哦。其实我学会中文之后都没有唱这首歌吧，因为现在看歌词好不熟悉哦。有时没生气，故意闹脾气，你的紧张在意，让我觉得安心。谢谢大 B。的角度，我总看见自己。大 B， 你懂我。我其实我本来就想你，就这样爱你爱你爱你，随时都要一起。我喜欢爱你味道味道，还有你的怀里，把我们衣服纽扣虎口，那就不用分离。谢谢小歪，谢谢他比。我就爱这样贴近，因为你。想变成你的氧气，留在你身体里，好好看看你心里。谢谢 Geeks 偷偷喜欢你。谢谢勇哥的封印。爱你爱你爱你，随时都要一起。我喜欢爱你味道味道，还有你的怀里，把我们衣服纽扣虎口，那就不用分离。美好爱情，我就爱这样贴近，因为你会一直没有距离最美丽。最后不知道那个音调。谢谢克里斯看好你，谢谢你的玫瑰，克里斯谢谢你掌声鼓励，谢谢你的枫叶，勇哥谢谢你的枫叶，还有小薇谢谢你的真情告白，谢谢塔比塔罗桑诺掌声鼓励，谢谢 Cakes 呢，一切的清醒，谢谢奇文的行李箱，还有那个想你也是以前就是高中的时候还没有学会中文的时候学的，所以其实那个歌词应该也很不熟悉吧，看看，大笔当，谢谢 William。想要。传送一封简讯给你，我好想好想你，想要立刻打电话给你，我好想好想你，每天起床的第一件事情就是好想好想你，无论晴天还是下雨都好想好想你，每次当我一说我好想你，你都不相信，但却总爱问我有没有想你，我不懂得甜言蜜语，所以只说好想你，反正说来说去都啊，你进了吗？进四强哦，好厉害哦，好厉害，好厉害，
就是戴子印好厉害，戴子印戴子印好厉害，乱改编，哎，すごい。台湾の戴子印が4に入りました。すごい。インラウウ戴子印。そうだ、エロビデオだと思ってた時だよ。素晴らしい戴子印、辛苦了、真的好帅哦。耶，戴子印对，开庆祝了。对啊，现在还有两次比赛嘛，是吗？还是哎，对吗？好强哦。每次当我一说我好想你，你都不相信，但却总爱问我有没有想你。我都空贝贝，要庆唱庆祝是吗？有什么庆祝的、啊、歌？好想你，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 是真的真的好想你，不是假的假的好想你，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 是咕哩咕哩好想你，真的西北西北好想你，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 是真的真的好想你，不是假的假的好想你，真的有庆祝这首歌啊，我看看，杨丞琳啊。真的是不是好想你，好想你。杨丞琳庆祝来了，这首歌。もうその曲のタイトルある。你中谷さんで結構歌知ってるよね。这是庆祝戴子颖进四强的庆祝。古いやつしか知らんの。私も眉が欲しい。眉ちゃんと同じく母国のものは高校で止まってる。そうだよね、高校で止まっちゃうよね、やっぱ。ハロー眉よ、ハロー一瞬。マライシアだよね。マルコス。中文经典歌告诉我。我很少唱中文歌耶。梦都得到庆祝，珍珠，马里哥好，马友好，马里哥好，都值得庆祝。记起来了，记起来了。还有什么歌？啊哒啦啦啦啦啦啦，一心的五星。Hello， 五哥哥 ，Hello 空，懐かしいね。再靠近一点点。没有知道双立春吗？他唱过许多日文歌，嗯，知道吧？但我现在想不起来他有唱什么歌。听到两台救护车，会不会有人比赛看到心脏病发作？嗯，不知道。他们好辛苦的样子，他们就爬在地上，哎，感觉超累的。嗯，好厉害哦，于爱。妈哟，好可爱 ！Hello， 大家好。你们最喜欢中文的什么歌啊？当当啷当当啷啷啷，当当啷当当当啷当当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 当，辛苦了。Hello， 肥龙。邓丽群，我只在乎你，有日文版。我只在乎你，我看看，我只在乎你这个，好像蛮有名的。我是啊，時の流れに身を任せね，我知道，我知道，我知道，很久了吧？テレサテン，そうだ、テレサテン。你是日本人吗？是啊。谢谢你的蜜蜂生日快乐，谢谢你的蜜蜂生日快乐，飞龙。我是日本人，来自大阪，现在住在台北。
我将回家。我没唱过中文版的，我也试试看，一直全力跳舞，跳完累到趴在地上的累。有啊，有啊。其实每次公演前都会体力训练，那总彩的时候中间都没有什么休息，然后我们从头跳到尾，然后就跳完就趴在地上了。麻油台语歌可不可以唱？台语歌，台语歌，秀来秀去，秀来秀去，台语歌哦。我这个没什么好吃，好吃很能定。我这个没什么好吃，真的假的？大阪真的超多好吃的东西耶，可惜了，你都不知道好吃的。我好想要带你去大阪玩哦。就超级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 多好吃的东西呀、啊！真的，我也说真的，我是大阪出生的，我不骗。一丝丝情意，说下店名，说下店名，就是不用说店名啊，就是走一走就会有找到，就会找到很好吃的，真的。嗯，蛮有哪首的台语歌？心咦，不要，每次都唱心灰心花心灰亏。時の流れに身を任せ。大阪之后，麻友，麻友带我去日本。奥语歌，麻友可不可以唱？不会，我都不会。比京都差多了。啊？东什么？我想跟麻友一起去大阪，我也超想去大阪。奥语歌，奥语不会耶，奥语就不会了。ごめんなさい、英語なら大丈夫です。英語の歌って言ってもさ、マジでさ、最近聞いてなさすぎて、英語の歌を分からん、全然。あ、粤語、对不起、粤語啦、粤語、对不起、粤語啦、粤語、粤語、粤語、对不起。谢谢 Kix の愛的小熊、谢谢你的愛的小熊。粤語、对、是的、粤語的、是的。跟麻友去大阪有机会变胖吗？对啊，可以可以跟我一起过生活，你们不用担心，一定会变胖的。奥运歌，奥运歌那个不是那个游戏的歌吗？谢谢飞龙，谢谢你的心路历程，谢谢你的心路历程。荣哥，我是个不会的，什么？我是个不会的。小幸运，现在是非常怀念的中文歌歌单。思涵，现在托姆的饭团。没好吃的会瘦。哎呦，真的很多很好吃的啦，真的啦，不骗啊。但是跟台湾比较起来的话，不好说，台湾也太多好吃的东西。本来就是肥着也不怕胖。哎，我在想。想到一件事情，我想问大家，ねちょっとさ聞きたいことがあるよ。あのもしかしたら会社の下のファミリーマートでファンの方が働いている事件について。我想问大家，就是我想问大家，有没有人知道有个粉丝在？哎，我在想有没有怎么讲？有个粉丝在我们公司楼下的全家工作吗？因为呢，为什么我这么想呢？因为呢，我上次去买茶丸针，然后我进去全家，然后他就跟我说：“你有扫描 QR code 吗？”然后就忘记了，就那时候很急，很挤着去公司，然后就忘记扫描 QR code。我就说：“啊，不好意思，我不好意思，我马上扫描。”他就说：“你超漂亮。”就是我以为我听错了，我想说：“我听错了吗？”这样子，然后。后来我就买了茶碗针，我就跟他说我要微波，然后就跟我就说啊，不好意思，可以帮我微波吗？他就跟我说你要几分熟，我就哈，几分熟是什么？我买过很多很多次的茶碗针哦，但是他跟我说几分熟，我就说正常就好。然后他就跟我说开玩笑的，你超漂亮。我说哦哦，然后后来他就拿那个发票给我嘛。
然后他发票给我的时候也是跟我说，这张发票一定会中，因为你真的超漂亮。我就谢谢。然后呢，我就想，为什么我觉得他是粉丝呢？因为我前面也有两个女生客人，但是他没有对那个两个女生客人说你很漂亮，或是乔婉贞要几分手。然后后来我就上去跟大家分享这件事情，大家有没有就是遇到那个很热情的店员这样子？然后雨清也说，对，我昨天就遇到那个。然后阿丽也跟我说，对，我今天早上就遇到那个。我说是不是同一个？是同一个吧？为什么会只会对成员说，为什么不会对其他女生客人说这样子？可是我在好奇啦，我是在想，嗨，じゃあ読みます。待ってね。日文歌马友可不可以唱？可以呀、啊，马友最近奥运看的太多，对，飞龙谢谢你的心路历程，我刚刚看到了哈，等一下哦，他们谢谢你的饭团，都一个一个看。搜歌，我现在去应征那家店，这首歌叫不是啦，这首歌小情。店员打出来，我也不知道那是店员，我不知道哎。めっちゃ美人って連呼するの。いやこの話めっちゃ面白かったから一回さ日本語で言わせて。到底是谁？我也不知道。何だっけ？あ、我先用日文讲一下。刚刚的故事。昨日さファミリーマートに行ったよ会社の下の。昨日じゃないわ一昨日ぐらい。いやそれぐらいの時に行ったんよ。でそしたらさ今はさコロナの時期だから携帯で QR コードをなんかやらなきゃスキャンしなきゃいけなくてそれを忘れてたんよすごく急いでたから。でねなんかお姉さん忘れてますよみたいなこと言われてあ。QR コードスキャンしましたかみたいな言われてあごめんなさい忘れてました今すぐスキャンしますって言ったらなんかめっちゃ綺麗ですねみたいな感じで言われたんやけどまさかそういうことを言われると思ってないかあ聞き間違えたんだと思ってえさっきなんて言ってたんだろうなと思いながら茶碗蒸しを買いに行ったんや茶碗蒸しを買いに行ってでレジのところであじゃあ茶碗蒸しこれあの温めレンジでチンしてくださいって言ったらあのなんていうのお肉とかでよくあるやつこれなんていうのっけどれぐらいの半熟ですかみたいな感じのなんて言うんだっけあれ半熟卵とかさそういうのあるやんめっちゃなんかどれぐらいの硬さですかみたいな感じで言われてさえ茶碗蒸しいっぱい買ったことあるけどさそんなこと一回も聞かれたことないしえってなってえどうしようって思ってたらなんかあ冗談ですめちゃくちゃ綺麗ですねみたいな感じで言われてえってなってさあれこの人すごいなんか情熱的だなってなってその後さ台湾のさあのレシートってさ QR コードがあってそれがさお金が当たったりするんよロト6みたいになっててでこのレシート絶対に当たりますよだってあなた本当に綺麗なんだもんって言われてわすごいすごい店員さんだなと思ってたんよすごいなんか愛情のある店員さんだなと思ってたんだけど前の前にさ2人女の子がいてでもその女の子とかは全然言われてなくてでなんでだろうな不思議だなってすっごく思ってで会社に行ってみんなにこの話をしてたんよすごいなんかすごい熱い思いの店員さんがいたよっていう話をしてたらなんか友人も「え昨日その人に会ってめっちゃ可愛いめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗って連呼された」って言われてでアーリーもあの「めっちゃ綺麗って言われたとあ同じ人だと思ってでもなんかメンバーにしか言ってないっぽくてだからすごいすごいあのなんていうのあれすごいやっぱみんな美人なんだのそっちみたいな「タイホイショファルバ」笑った。シャンリャンシャンリャンだから本当はねファンの方なんかなとか思いながらもいやそんなことはないかとか思っていやじゃあそれだったらみんなやっぱり美人なんだなと思ってっていう話です最後そっちに着地するかいちゃんちゃんでした欧洲男孩 Hello そう如果不是粉丝的话就是我们真的漂亮这样子ダンダンダン俺やったらそんなこと言わんななんやそれ店员很有眼光偶像跟素人的差距但是我 那一天也是穿就是很大件的 T 恤然后运动裤这样子然后播到八点不是可可幸很的恭喜漂亮姐姐麻油天生丽质谢谢大家的夸奖腹空いてるのにまだ4口ぐらいしか食べてない気分西瓜谢谢当当当当当
我要听什么歌呢？看看呢、啊。素颜就能减少被认出的机会。我跟你说，那时候我们有戴口罩、哦，我也戴帽子啊。前の二人の女の子のことが気になっちゃったわ。いや、普通にめちゃくちゃ可愛かったんやけど、普通に。なんでかなと思って、私も気になったからめっちゃ見ちゃったけど、普通にめちゃくちゃ可愛かった。てか、台湾人さ、可愛い子多いの、本当に。めっちゃ可愛い子多いの、多分、タピさん台湾に来たらすっごくチャラ男になっちゃうよ、きっと。没图没真相，我不信。台湾真的太多漂亮的姐姐，漂亮的漂亮的女生了。ごめん、笑ってしまった。いや、本当だよ。只能戴老太太假发了呢。啊？ねえねえ、誰も点歌してくれない。誰か点歌して。有人要点歌吗？要点歌了吗？大家。娘娘怎么了娘娘在哪里啊墨迹我刚刚听到你的声音但我看不到你耶在哪里妈有你妈有想你帮我翻译一首歌名好啊小雨嫌です嫌ですって言われたよマレーシアの歌とかあるのあれかそら想想 Hello 想想ごめんなさいすごい適当に返事をしてしまった对面的女孩看过来，对面的女孩看过来，好像有听过吧？对面的女孩看过来，对一面的女孩，啊，女孩那知道，女孩，哎，女ってどうやってつけ？こう、え、待って、打ち方忘れた。女？え、待って、忘れた。まあいいや。はい。看过来，梅さんは関西方言喋れますか？喋れます。入境のお姉さんから会う人みんなにニーハンピョリアンって連呼する。それはやばい。重愛轻友。これなんどんな曲だったっけ？でもさ台湾人にもさ台湾の男の人にもさ日本人って結構さモテるみたいでさ日本にいる時よりモテると思うんだけどさ多分あのなんか台湾のその入国審査の時のお兄さんね一回ナンパされたことあるなんかパスポート見せる時になんかお姉さんなんか日本語めっちゃうまい人でお姉さんは日本人ですかめっちゃナンパされた懐かしい彼女になりますか中文是什么我不想要翻译最近听到我来自那颗星觉得蛮好听的好啊等一下给你听不遇的妹ちゃん可愛いもんありがとうございます可愛いいただきました不遇的そうだよ不遇的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 懐かしすぎてやばい我也想搭上马友さすがだ。いや、あの時はね、すごく嬉しかったよ。初めて台湾だったかな。初めて台湾の時に、それやられたらやっぱり、台湾、嬉しい台湾、初期台湾、初期ピーってなったわ。それで台湾式になった。それは嘘やけど、もう、空港から台湾を好きになった。覚えずに、まさまよ、はい。いや。チャラいよ、メイちゃんは可愛いって言われたらもうすぐに好きになるから、みんな言ってください。待ってる。とか言ったらタピじゃない。ジョンカニさんは絶対に言わないとかね。おいーとかね、なんかね、変な絵文字でこういうやつとかね、それとかね、来るんだよ。そしてタピだろうは次に www って来て、で、ハリさんだけが可愛いよ、メイちゃん、いつも可愛いよって言ってくれる。はい。ほらもう完璧に分かったもうその答えはい次タピさんが WWW でハリさんが次にもうかわいいねメイちゃんって言ってくれるもうその繰り返しよ人生那么可以参观翻新的影片可以啊ありがとうキックス我觉得是一封信よく分かったじゃんマジで見れるとねそういう話いっぱいしてるから
タピさんだったら絶対こうやって返すよ。仲良しグループ勝手に作ったから。人生単純やん。単純に生きた方がね楽しいんだよ。ハロリンシーマジかわいいよねほらもう照れてるから。さっきなんて言ってたっけ、キックスの曲なんてっけ、忘れた。なんかのなんかなんて言ってた、曲名忘れた。もう一回打ってくれますか。はぁはぁはぁ、对面的女孩看过来。哒哒哒哒，奶奶，みんなのさ、ナンパ経験値どう聞きたい。大家有搭上过吗？大家有搭上过吗？搭上过女生吗？我想要听看看你们的故事。你怎么搭讪呢？然后搭讪的女生是怎么样啊？然后结果变成怎么样呢之类的，我想听。对面的麻友看过来，我来自那颗星。我来自ハリーさんとか地味にありそうだよね。那颗星，那颗，你说黄胜吗？食べられるの怖い？何を食べられるの？ちょんかにちゃん食べちゃうちょパクってやられるの？もう少しイケメンに生まれてたらやってみたいわ。本当にないの？本当にないの？一二三，小薇，好像我刚刚好像变成那个什么 Mike this Mike this Mike this， 一二三，一二三，小薇，什么现随便搭上会被当变态，ジャージ着てナンパしてたらダサいですね。ジャージ。めっちゃ笑った。でもタピオカ持ってあのナンパしに行ったらいいんだよ。流浪到屏东，还有小狐狸五二零 ，Hello。所以大家真的没有搭上过吗 ？Hello 金狐，酷酷，有跟女生互相搭上过，有跟女生互相搭上过。怎么那么厉害呀、啊？你说你也觉得她很漂亮，然后想要搭讪她，然后她也觉得刚好，就是她也刚好看到你，然后觉得你很帅，你很可爱，然后就搭讪你，然后就互相这样子，哇、哦，这很棒哎！那后来变成怎么样？启威没有搭讪过，但同事搭讪饮料店店员，后来变了不？真的？我就喜欢听这种话题，真的是重，我真的好喜欢听这种话题。启威，我想要仔细听。你可以讲得很仔细，很仔细又没关系。你可以就是花很多时间跟我留言，然后就讲这个故事好吗？我真的超喜欢听这种故事的。他说他的同事搭上饮料店的店员，后面变成老婆哎。ねね聞いて、あのね、チウェイさんはね、のあの同僚の方があの。ドリンクショップで働いてるお姉さんに声をかけてナンパして、その後今もう結婚して奥さんになってるんだって。もうこういうの聞きたい、マジでこういうの聞きたい、マジで聞きたい。ないな、引き笑いすなって言われたそれとはメイヨー、リアルに捕まるリスクあるもん。確かにフェイダーシャーマンあるわけがない。お茶子とかのお食事には誘われないけど、若い女の子には普通に話しかけるよどうやって話しかけるの、聞きたい。いい話聞けた、ごちそうさま。恋愛脳だけで、あ、愛八卦、不是愛八卦、我是愛聽那種恋愛故事。是我同事喜歡那個店員，然後就想要跟他要個電話，然後就請他看下去要，哦，好好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 ，所以那個。其实那个饮料店的店员是就是有记得那个男生，对不对？不然也不会给他电话号码，对不对？就是他因为为了那个女生，然后常去那一家店，然后就每次很开心，就是哦，就想他们的那个哦，好开心哦，啊，いいね，いいですね，人帅真好。然后他朋友很帅，那女生以为是他朋友要的啊，他朋
又很帅，然后那个女生以为是她朋友要的，然后那个现在的老公长得怎么样？可是后来是怎么知道的？这个也太好笑了吧！那个友達にその電話番号を聞いてもらったらしくて、その友達がめっちゃかっこよかったらしくて、でその女の店員さんはそのイケメン君が電話番号を欲しいって言ってきたと思ったのね。たった一つの理由は好きだから。コロナ続いたら台湾行ってナンパするぞ。しろ。毎晚上好、ハロー小福は蛮厉害的啦。真的。結果8時どうなったので、8時なってないって。まだなってないってこっちでは7時0分です。毎夜在日本时候又被搭讪过吗？日本だったらさ、ナンパというかさ、あのキャッチの方が多くない？高校生の時にさ、お姉さん最近仕事の方どうすかとか言われて、お姉さん最近仕事を探してませんかとかよく言われるやん、心斎橋とか歩いてると。でさ、それであの私心斎橋のほあのマーラー鍋のお店でバイトしてたからさ、その時にお姉さんとか。まだ高校生なんですけどって言ったらさ、ちょっとさ、なんでこんなに声かけられるのかなと思って、まだ高校生なんですけどって高校生の私が言ったらさ、もうそんな冗談はいいからさみたいな感じで、え、冗談、私本当に高校生なんですけどってなった覚えではあるよ。まさかちゃん悪いからな。いやでも福岡とかも結構あるって言ってたよ。后来发现是一场误会，但我同事还是追到他了。全年终，待って，那那个结婚的婚礼是喝他那个打工的店的饮料吗？啊，好好哦，就喜欢这种故事，就是那种谈恋爱的故事，好好哦，天哪，真羡慕哎，我也真羡慕。高校生詐欺、詐欺ではありません。ハロチャオ。いいな、こういうストーリー聞くとやっぱ胸キュンストーリーっていうね、みんなの胸キュンストーリーが聞きたい。有没有那个什么心跳加速的故事？心跳加速故事，我想听胸キュンストーリー。在饮料店也太小见，没有了。我说是这个那个婚礼呀、啊，婚礼不是要喝喜酒吗？然后他们那个婚礼的时候有没有叫那个那边的饮料店的饮料来喝？有没有？いいね。なんで怒ってるの？人間嫌いだからそんなのない。絶対嘘、絶対一つや二つの胸キュンストーリーは絶対にあるよ。もうさ、あれさ、あれあるやん、あのスカットジャパンあるやん。スカットジャパンがさ、最近さ、なんかさ、最近じゃないけどさ、あれあるやん、なんか胸キュンストーリーみたいなの、あれとか見るのめっちゃ好きやもん。なんか一人でなんかすっごく想像して喜んでます、私は。うちはビリヤードサークルでペアマッチしたのが、うわーいいなーってハリーさんがこうやって教えてあげたんでしょ。こういうところ持つんだよとか言って、うわーいいなー、ちょっと持つと前持つんだよとか言って、こうやってなんか彼女の手とか握ったりしたんでしょ。マヨ喜欢听爱情故事、对啊、超爱听。日本其实蛮多那种就是搭讪人家的啦，就是有没有工作的，其实习惯就好。金修之前去龙山寺求婚啊，求姻缘，两个礼拜后认识一位女生。你说你吗？你说之前去龙山寺，然后求姻缘，两个礼拜后认识一位女生，然后后来变成怎么样？后来呢？所以你结婚了吗？小薇，你结婚了吗？真假的？你几岁？等一下，等一下，我在讲那个 Munichung Story， 就是一个就是恋爱的故事。大家有没有什么就是热爱的故事？超想听。あらいざらい博士でも、あ、まずあれよ、大統領になったらねよ。今ではあまり口も聞いてもない。あ、ビリヤードしに行ったらその愛情ストーリーが読み返るかもしれない。だからビリヤードに誘えばいいんだよ。次のデートは多分ビリヤード場に行こう。台湾常拜月老哦，原来大学的时候在早餐店内用认识，早餐店内用认识，然后嘞，后来变成哇，你刚刚有没有说什么龙山寺后来那个认识的女生怎么了？你现在的女朋友吗？还是怎么样？还没有热爱的故事，说热爱的故事。罗密欧和辛德勒的故事有听过吗？那你罗密欧和朱丽叶就ないの？北原你没有吗？真的一点点心跳都没有吗？真假的？我想听，我没办法跟你们分享，所以好可怜，
我好可怜哦，所以我想听听听就好。我求完婚宴后两个礼拜也认识一个女生，谁 Hello 鱼头 Hello 鱼头，明暗只能说龙山是蛮灵啊。等一下小薇，小薇不行，你不能这样子，你要跟我说啊，你要跟我说龙山是，然后呢认识一个女生，然后呢你现在跟她在一起啊，是吗？我想听，我想听啊。なるほど、喧嘩バック。そうだよ、喧嘩バックだよ。え、待って、バリ、あやまさんと喧嘩して、そして迷い込んだ誰かさんに、そして今は2、3時間。ね、聞いて、ちょっと聞いて、だってさ、小山さんと喧嘩した後でさ、誰が仲直りさせてあげたのかしら。誰が仲直りしてよすぐって言ったのかしら。ね、誰がその小山さんと今仲良しのなんですか。きっと藤井真由というそういう存在がいて、今は仲良しで入れているのではないでしょうか。でも仲良しになってくれて本当に嬉しいんだよね。めちゃくちゃ嬉しいの、ありがとう。安安麻友 ，Hello 鱼头，肥仔没有爱情故事，还是就是听别人说的也可以啊。Hello 任哥，亚素，等一下，我看看，校长 ，Hello。阿米呀，北极熊马铃薯麻油好八卦，不是八卦，我不是喜欢八卦，不是喜欢八卦，我是喜欢听恋爱的故事这样子。麻油一场，对，就是很兴奋的，就想听啊。话说日本排球不对，超厉害的，我现在没有办法说排球的事情，没有啦，开玩笑，排球真的很厉害，排球蛮帅的，可是我比较想要听。大家的热爱故事，对不起鱼头，我开完直播一定会去看排球的，抱歉。麻友幻想也是高德这帮人不要，麻友会那么开心？麻友讲，等，ごめんちょっと待って。麻友讲そんなことまでしてくれるの？握手会があったら別に。そんなこと言わないで、握手会の前にちゃんと仲直りするっていうそういうのがあったでしょ？去年昨晚两个礼拜，他说强强回来是吗？真的假的？是吗？是真的吗？是真的吗？土豆。土豆，你是真的吗？你说真的还是假的？回来了，你回来了。Hello Cookie， 谢谢你的真情告白。就你在心中许愿的时候，就要想象对方的样子。就你在心中许愿的时候，就要想象对方的样子。然后呢？然后你就遇到了，遇到了。呀，我只是很想知道，小薇，我真的很想知道。热爱的人目前正在直播，太可爱了吧，一个啊。你真可爱，还会说话。江江 ，gossiping 吗？不是 gossiping， 我不是喜欢八卦，我就是想要就是听大家的恋爱的故事，然后就是跟着一起心跳加速这样子。全靠麻友打砂糖排球吗？月老会感觉你的诚意哦。正下方的江江辛苦了，没关系了，不用特别去看。我会，只是想分享我有支持的日本队，你可以跟我分享啊。我刚刚在看那个戴子颖跟泰国的选手的羽球比赛，我蛮想要你跟我分享的，羽头。觉得以前就是对啊，我错过了什么话题？大家都在讲热爱的故事。不过我去年求月老的时候，月老不给我求，但六月的时候还是抓到了。真的假的？你说什么？我先停音乐太吵了，等会看看。我认真看，不过我去年求月老的时候，月老不给我求，但是六月的时候还是交到男朋友。所以呢，月老不给求的意思是什么？麻衣ちゃん喧嘩するの結果ね。私たちは仲良くしようね。平和だよ。心跳加速啊，八点呐。麻友热爱故事，麻友没有恋爱的故事。我想不能谈恋爱，怎么可能有？对啊，麻友シンプルに出会いがないからな。ここに出会いはあります。はい、我爱你的故事哦。真是的，二月的时候求的，那时候没有想谈恋爱的感觉，只是跟朋友做热闹哦。然后嘞，就被月老看出来了，不给求哦。真的，还有这种哦。女朋友从大学到现在已经11年了。啊，对吼，你有女朋友，对耶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 ，
你跟女朋友是已经十一年了，你跟你的女朋友已经十一年了，在一起十一年了，是吗？是吗？是吗？快，我想听，我想听你的故事。那你在那个大学的时候是怎么认识的？你觉得这个第一眼看到他的时候就那个就一见钟情吗？还是什么？就是慢慢喜欢上他？还是你是被喜欢了，然后就被追了？还是你追了？我就喜欢听这种故事。メイちゃんのファン同士が付き合って結婚するのは見たいね。メイちゃんのファン同士が付き合って結婚するのは見たいね。メイちゃんのファン同士が付き合って、ああ難しいな。それはどうなんだろうな。私、ああそれは祝福か。祝福だね。それは祝福ですね。私はしませんけど。六月的时候刚好有喜欢的人，很快就在一起到，啊，真的啊，很棒哎，恭喜！六月到现在一直都在哦，那就现在几月？现在八月哦，那快两个哎，那现在应该是热爱期耶。对马友的故事，看看，对马的故事嘛，同班同学，你是同班同学，然后嘞，就是坐隔壁的吗？ストーリーは突然にって言うんじゃない？ラブストーリーは突然にね。なるほどね。トンバントンシェ很厉害。对，トンバントンシェ到十一年。天哪，十一年前我在干嘛？十一年前我现在几岁？现在二十二岁，十一年前十一岁，我十一岁到现在，哇塞，好厉害哦！看看。我没开玩笑，去年六月到现在，去年的六月到现在已经一年多了，那好好好好。那你男朋友怎么样？你男朋友喜欢排球吗？其实是大二才转学过来的，大四才在一起。原来我跟男朋友是同校，但是不同系，同校但是不同系。我好好，就是有时候就是上到几点就可以一起回家之类的吗？就像我的同学一样，好羡慕。每次我就跟我大学同学啊，我大学同学好讨人厌哦。我跟你们说，因为我们就是比如说我五点下课，然后就找他一起吃晚餐，因为我一个人回家嘛，然后就一个人回家很可怜，所以我就找他一起，那你等一下要不要去吃饭？他就跟我说，哦，对不起，我今天我男朋友四点就下课在等我啊，那是啊，那你赶快去吧，赶快去找他。然后就心里觉得，今天也一个人跟马叔一起吃晚餐这样子。我连妈都没得呢，最近的妈耶。原来呢，开心回来了，欢迎回来。我就认识你的星辰。对啊，有蚯蚓了。之前玩过排球哦，真的哦。那你跟男朋友一起看那个排球比赛，男友狗吗？男友狗是什么？宇宙好强，对啊，宇宙超强的，见色万有人之常情。因为是男友，也不好意思说什么。对，马友可以找我一直吃，马友也很羡慕，对啊，超羡慕的。对呀。芋头，莫名其妙开到7:15了，我终于可以吃饭了。大家知道等一下八点会有雨晴跟肉肉的生日直播吗？一定要去看哟。哦，好开心哟！我今天就可以听到大家的热爱故事了，开心。家に帰ると強制的に晩ご飯なので家に帰ると車に。めっちゃ可愛い。まあだから今日の夜はあれに行こう、あれね、ほらビリヤードしに行ったら、ハリさんも多分晩ご飯見ながら一緒に奥さんと私を奥さんと前のライブ配信を見て。啊，才刚来。什么听八卦听得太入？对呀，就喜欢呢，让我也就是心跳加速嘛。男友国就是指常常跟男友黏在一起的人哦，原来。第二的热爱105度的故事，跟老婆从2000年交往到现在了，现在几年了？2021年，啊，十一年了，十一年呢。幼馴染は少ないけどいるよ、少なからずいるよ。我女友中间还去德国交换，我刚好去当兵，怎么那么好？
哦，还是不要听了，不要听了，我从此开始不喜欢听热爱故事了，因为我就觉得越来越觉得我好可怜。没事的，开玩笑的。见色忘友就是有异性没人性的意思。嗯，麻友最爱听八卦了，21年了，厉害。对，21年超就我啊，我22岁呢，1岁的时候到现在。悲しい片思いの悲しいストーリーしか言えない。あ、それも聞きたいから、ちょっと次の配信で、あ、じゃあ次の話、あ、わかった。我下次直播的时候的主题是那个，就是单恋的心酸故事。今天后面有听到大家的热爱故事，然后我也觉得跟着你们就是听这种故事很开心。下次听听看大家的单恋心酸故事。ってことで次のあのライブ配信では皆さんの片思いの悲しいストーリーを聞かせてください。留学の初日成田空港で会ってから今日までに、マジで？すっごい、マジで。当男人恋愛史吗？あー、いいな、めっちゃいいな。マヨの当恋吗？マヨの当恋、マヨの当恋。片思いの話あるの？え、待って、めっちゃ聞きたいけどさ、8時だったらさ、8時前に絶対にひな、ね、開かない、何、閉じないとダメなんよ。めっちゃ聞きたいけど、ちょっと今度聞きたい。今度、だしかもハリさんもお腹空いてるでしょ。来年我16歳、他也16歳。待って、大家停一下。十二誕生日。我知道了。大家下次直播再跟我说，跟我分享大家的单恋心酸故事，好吗？啊，可以点耶，摸一个大腿吗？好。最后一首歌，桃色片思いね。好，いかん自身の新作林田香織さんっていう可愛い子見つけたんだけど、全然振り向いてもらえない。今？当恋心酸故事，讲两句就要300块，这么贵呀？这么贵的吗？小蛋几嘞？那突然冒出一句台语。好，那我要念了，大家谢谢大家跟我分享。你可以哥再说就不用关了。对啊，再说就不用关了。一个，今天的视频开心，谢谢华信，谢谢华信，帮忙华信。今天的九名啊，可能这个搞一个广告的歌。今天的第九名是启维，谢谢启维。今天的第八名是我叫烂，谢谢我叫烂。今天的第又来了，这个不会数。19、80的。今天的第七名是 Liquid 哥，谢谢 Liquid 哥。今天的第六名是花生什么树，谢谢花生什么树。今天的第五名是小五，谢谢小五。今天的第四名是 Cookie， 谢谢 Cookie。今天的第三名是飞龙，谢谢飞龙。今天的第二名是 Kix， 谢谢 Kix。今天的第一名是中根さん，ありがとう。谢谢麻油。啊，曲を知らんかったっていうかね、あのさ、覚えれないよ曲名が、本当にダメなくらい。嗨，那今天到这边喽，谢谢大家来看我的直播。下次，哎，到下次的直播，你们要准备单恋心酸故事给我听。嗨，欢迎，辛苦了，不辛苦，拜拜，完蛋了。